昭和通りを横断し千葉方面に歩きます。電気街とはまた異なる趣の風景、高架下の立ち飲み酒場やおしゃれなバーなどお酒が進みそうなお店が目に留まります。そして秋葉原駅から3分ほど歩くと見えてくるのが蕎麦どころ飲みどころつつみです。一見すると野球とは無縁そうに見えるお蕎麦屋さんですが、いました、営業中の木札の隣に東京ヤクルトスワローズのマスコットつば九郎です。そう、このお店はヤクルトスワローズファンの店長が経営するお店なのです。店内にはヤクルトスワローズグッズのほか数多くのプロ野球グッズが飾られています。こちらのお店、お昼はお蕎麦屋さんで夜は居酒屋。お店のメニューには各球団にちなんだ名前のカクテルもあります。夜に来た際はぜひファン球団の応援カクテルを飲んでみましょう。お昼に訪れた私2割8分は肉せいろそばを注文。濃い味のお肉と石臼挽きのお蕎麦がベストマッチ。このベストマッチ感、まるでヤクルトスワローズ土橋克幸選手、宮本慎也選手の鉄壁の二遊間のようです。しっかりとした出汁のそばつゆにお肉が加わり美味しさも倍増。具材のお肉もたくさん入っており、ボリューム的にも大満足。このボリューム感、まるでリグス選手、ラミレス選手、ラロッカ選手が揃った2006年スワローズ打線のようです。リーズナブルな価格で10割そばが食べられるおすすめのお店です。今回の動画は以上です。それではまたお会いしましょう。さようなら。